はい、じゃあ英気で続けていきましょう。裏インターネット3ができました。プラグアウトはしない。ネビュラの発信機を探すんだってことで、どうせ置くだろうということで、とりあえずここまで来てます。で、やっと HP メモリーを買ってきたので620、今ちょっと道中ダメージ受けたんで480なんですけど、あとはね、買っちゃいました。デスフェニックスですね。ちょっとお金を、リベートミッションのやつでちょっとお金稼いでデスフェニックス分まで買ってきました。だけど今やっぱりさ、メガチップ、ギガチップとかって来ないね。道中何回か戦っては来たんだけど一回も来てない。でお地蔵さんもそもそも来ないから、ある程度の来やすさっていうのが多分あったような気もします。で、あとはちょっと適当になっちゃってるんだけど、忍びダッシュ買ってきたんで道中の移動が楽になっております。アンダーシャッターだから、そのちょっと影響でファーストバリアがちょっと入らないんですよね。スピンブルーがないので、だからちょっとファーストバリアが今外れてる状態。ただもうここまで来ちゃうと忍びダッシュがあんまりいらないかなとは思いました。だからちょっと今外しますね。で、裏インターネット1までは忍びダッシュ効いてたんで、2からはもう全然関係なかったんで、あとはどうしますか。アタック白か、うーん、白は無理だね。黄色は入る。スピンイエローはあるんだ。あと入れられるやつを、ソウルタイム入んない、 HP は入れるとあれだから、あ、意外とそやっぱ少ないなね。ラピッドチャージとかないんだね。あ、でもこれで3ぐらいにはなってんのか、みんな。あ、3だ。じゃあちょうどいい感じか。よし、じゃあ行きましょう。デスフェニックス使い、まだメディやってなかったよね、多分ね。え、やったっけ、メディって。まあやっていきましょう。サンダーボールって早いんだったっけ、ステルスマイ。早かったね。まあもう無理と判断しました。サーチソウル、今速攻で投げれば当たる。よし、大きい。ああ、ちょっと早かったか。お地蔵さん狙いにくいよね。結局ダメだったっていうやつね。それバンブランスってあんのかな。あん、あ、これね、これどうやらこいつが合体するとね、なんかね、あ、待って、これ動けなくなったんじゃね？ダメっぽいんですよね。はい、こんな感じで。やっと余裕ができたからさ。よし。メリーって、戦ってメリー手に入ってましたね、はい。でも160か。あ、まあ2発当たればだけど。じゃあ裏インターネット4に行きました。あ、リベレート、あ、4までか。ミスったな。4までは来てたのか。3の奥だと思ってた。ミッチーノース倒せるかな。真ん中にあるな。ただ、とりあえず。あ、出た。やっぱりちょっとね、またあれしてるんですよ。Wii U ゲームパッドがね、非常に遅くなるんで。ただこの配置だと、ただこいつらだとあのミステリーデータ壊さないから、こっちが変なことしなければ。で、ここも真ん中に行けば、よしよしよし、裏だからいいの出るべ。バグピースさん、
白身ダッシュ取るのにバグのかけらだいぶ使っちゃったんで今17個しかないですね。結局メガチップとか集めるのに必要だと思うからやっぱりある程度あった方がいいね。スカルチェーン、うん、これがマジで一番楽。ただ1個前に出しちゃうと消える時があるんで。はい、お疲れ様です。あ、そう、お地蔵さんも買いました。そうだった、忘れてた。お地蔵さんも買った。チップが欲しい時に限って。でもチップに関してはさ、まだないけど、あれどこなんだっけ、あるよね、チップが確実に落ちるやつ。いつも使ってるのにさ、忘れちゃった。なんだっけあれ、コレクター剤か。あ、アクアワール、そう入れた。だからちょっとお地蔵さんが入ったから、アクアワールってどうなるのかなって。一周すんのか、出したところから外周を一周回る感じか。ありましたね。あったよね、ネット君。電波発生装置だね。なんか出てくるべ。あれ、キン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 。まあ、そりゃそうか。ダメだ、全く6バスト受け付けない。もう一度やってみるんだ。チャイ、ちょっとネズミが迷い込んできたようだな。その子や。ブルースマン。ブルース、このサーバーの情報をどこで嗅ぎつけたかしらが無駄しだったな。無駄し？さっきの実験で我々十分なデータを得ることができた。実験は完了。そしてこのサーバー無用の成仏。わざわざ壊さなくても残しとけばよかったんじゃないか。ロックバスターはいくら打ち込んでもびくともしなかったのに、まあ、どっちかというとこれはブルースが闇の力を得てパワーアップしたよっていうののあれだよね。貴様は闇の力を手に入れたいと思わないか。一時期ダークロックマンになってました。そんなこと思うんか。ブルース、目を覚ますな。そしてエンザン君のところに帰ろう。エンザン、知らない。俺の帰る場所はリーガル様のところだ。貴様程度の力何ができるというな。はっ、おお、デコピン弱いな。その程度の力で俺に立てつこうなど、とうとめを刺してやろう。ヒーリングパルス、うえ、そんな離れてからでもいけるんだね。まあ電波みたい、パルスだから電波だもんな。いけるよな。電波、周波数、電波。メリーちゃん、どうしよう。ここに闇の力に体を支配されたブルースを助けるにはメリーの能力が必要だったからだ。カーネルマン、ダークロードの自爆攻撃を受け傷ついたブルースはネビラの本部に運ばれ、傷ついた箇所を闇の力で修復された。へー、傷口から入った闇の力はじわじわとブルースの体を乗っ取った。貴様何者だ。私はカーネル、リーガルにアダムズだ。カーネル、再度見ようと聞き、今メリーの力でブルースを支配している闇の力が分解しようとしている。それじゃブルースは助かるんだね。そう、うまくいかん。闇の力はブルースの人格や記憶など重要なデータに食い込んだ。すげえな。ウイルスだね、お前。このままで闇の力は重要なデータを最も消えつけてしまうだろう。そのようなことは、例えば、ブルースの方が帰ってきてもただの敵だ。いいか、二人とも私の言う通りに動き。いいな。はい。作戦開始。ヒーリングパルス全開。作戦やってなかったけど、ギャー、なかなかブルースのこんなちょっとダサい感じではないよね。今だ、ロックバスター。じゃあ、分かった。僕は腕、あ、ブルース、おー、でもブルースの顔色が悪いぞ。カーネルブーンだったな。俺は一体ここは、おー、あとは心の問題か。どっか、お、顔色が良くなりましたね。聞こえていたお前の声が俺のソウル語りかける。お前の声、おい、ブルースは絶対に帰ってくるって。もら来た、ここで共鳴するのか。カネラと君のおかげでブルースを救うことができたよ。けど君は一体何者なの。お前たちと同じ目的を持った者とは言われてる。しかし私の出る幕もなさそうだな。あれ、これカネルの時はじゃあブルースが来てた、エンザが来たんだっけ。もう久しぶりだから覚えてないですね。お前たちならリーガーを通してくれた。カネル、ありがとう。俺さ、絶対ツインリーダーズ持ってるはずなんだけどさ、どこ行ったんだろうな。
重要患者も重症か重症患者も、売っちゃったかな、そんなことないと思うんだけどな。でも分かんないな、一時期ゲームソフト売って生活してた、売って生活したっていうか生活費の足しにした時期があったから何とも言えないんだよな。もうみんな知ってると思うが、ブルースが帰ってきた。これで俺たちのチーム全てのメンバーが揃った。それじゃ早速ネブラの本拠地を叩きに行こうじゃないか。敵の本拠地はどこにあるのかも分からないのか。大丈夫、大体こういうのってもう分かってっから。いや、ネブラの本拠地の業者は大体ついて。本当か。ブルースのアクセスログにネビラの拠点と思われる場所があった。ああ、そういうログって残ってんのかなと思ったけど、ブルースが奪還されるっていうことをまず前提で組んでない、ね、ブルースが奪還されると思ってなかったんじゃないかなって言おうと思ったけど、多分普通はそこまで想定するんだろうなっていう感じだよね。伊藤なんで、ブルースの由来は意識はっきりしている。明日の朝には完全に回復する。すげえな、よかったね。ってことはネビラの本拠地に乗り込むのはブルースが回復してからだな。そうだな、リーダーが出してもらうのかな。あの、遠くネビラの本拠地って私たちも行くの。怖いんだな、怖くて来なくてもいいんだ。ここまであんたたちに付き合ってきたんだから最後まで付き合ってもらうよ。怖い時は思い切って前に一歩踏み出すことにしてるんだよ。おお、そうしたら意外と道は開けるものだしね。それで明日の朝10時に日暮れ屋前の公園集合だ。先にとか参画したくないものは来なくて、今まで10人戦ってくれた。しかし今回また命がけの戦いんだけど、小学生が命張ってるからさ、引けねえよな、これな。ジャスミンって何歳ぐらいなんだろう。じゃあ次の日でいいんだな。見つかったかい。なんかごめん、なんかひどいこと言ってみてる。いや、こっちこそごめん、いたたまれない感じになってるじゃん。メイルちゃん見てくれよかったな。おう、ママ。ママ、ただいま。おかえりねと。あのね、おじいちゃんの机を整理してこんなものができた。データディスク。先に、なんかあったっけ？インターネット科学省さん。あ、まだ、じゃああるんだ、あれが。名前忘れちゃった。インターネット科学省さん、真ん中、まっすぐ27進み、曲がって4進み。さらに曲がって4進んだところを調べる光データ範囲。パストビジョンですね。いや、思い出しました。おじいちゃんの覚え書きか。もしかしたら何かの役に立つかもしれないな。行くのね。明日の出発なんだ。なんでわかったの？あなたのママを10年以上もやってるし、もう4回目、ん？ 5 回目ぐらいなの。顔見たらなんとなくわかるわ。パパは必ず連れて帰るから、そうだね。俺このデータディスクのこと、ちょっと調べてくるよ。右のあれ、のり巻きっぽいっすね。おじいちゃん、ネットサイト守ってあげて。ここでちゃんとサイトっていうところがいいよね。ブルースソウルがね、強いんですよ。ただね、問題はね、使いこなせないっていうところで、ブルースソウルはソード系のチップを懸念すれば輸入できる。B ボタンのため打ちがワイドソード。B プラス左でリフレクトのリフレクトが使えるようになりますが、使えません、私はね。さらにソード系のチップを試すると攻撃力が2倍になるうちに2マス前に踏み込んできて、踏み込み切り発動する。で、踏み込み切りになるんだけど、そこでチップ使うから、確か。だから、絶対踏み込み算になるわけじゃなかった気がするんだよね。で、バリアブルソードとかが踏み込んでからダブルドリームとか打てるから、多分そう。だからソードをため打ちしたら2マス前に踏み込んで、ただのソードが、まあ、攻撃力2倍になってるソードが出るはずだから。だからここで、円月区内とかが強くなってくるんじゃなかったかな。まあ、使ったことないから分かんないんだけど。円月区内って、周囲1マスに行くから、居合ホームってダメかな。ダメだったような気がするな。ね、回転切り、深い傷を起こす。だから、真ん中に踏み込んじゃえば確実に、全員ダメージを与えるだよね。で、深い傷を負わすってのが、まあ、ナビ戦か対人戦限定か分かんないけど、の時に、HP 減少バグを確か付与するとかだったんです。サムライソード、円月少ない、ここら辺がだんだん強くなっていくのが、多分 Z セーバーもね、踏み込みでいけるはずなんだよね。ああ、ダークソード入れるか、じゃあ。ダークドリームだもんね。ダークドリームじゃない。ドリームソードの範囲だから。ちょっと入れてもいいな。
何抜くか。なんか割ともう抜くのなくなってきちゃって。あ、エアホッケー1個抜くか。ね。そうですね。じゃあ、科学省エリアに行くのであれば、お、すごい。これは、あ、これだったら簡単でいいや。なんかね、やり方ミスったせいでね、前回、うまく忍びダッシュ入れられなくてさ、いろいろ外しちゃったからああなってたんだけどさ。じゃあ、どっちまた話しながら行きますか。科学省エリア3だよね。科学省のホームページから、でもわかんない。すぐ、判定、うん、出たけど、意外とね、あそこ判定でかいんですよ。どこだ、こっちから来るのか。黄金のタライトコース、まあ、道中ちょっとお話しするっていうほどじゃないんだけど、ちょっと前回言い忘れてたことがあって、確か前回だったと思うんですけど、収益がどうのこうのって話をしたと思うんですけど、その載ってるサイトがあってさ、いやこんな稼いでないよみたいな話をしたと思うんですけど、あれでさ、もう一つちょっと言い忘れたことがあって、あれになんだっけな、この投稿者、のことが好きみたいなボタンがあってさ、あれ2ってなっててさ、あ、押してくれる人 いるんだなってのがすごい嬉しくてさ、どこだか分かんないけど、だいたいこういうのってこういうところにあるから、とりあえずしらみつぶしに行きますね。だいたいそういうのってさ、まあアケーダとかもそうなんだけどさ、だいたいなんていうかな、あー嘘でしょ、だいたいゼロだからさ、いつもさ、なんかちょっと嬉しくなっちゃった。あ、これ難しいな。稲妻キングが使ったことないんだけど、説明がわかんない。3マス前にピカラ、十字放電だから、これだとちょうど真ん中に落とすと3体に当たるんだけども、ミステリーデータもろとも言ってしまう。ブリザードマンで、じゃあ、しょうがないから。あ、いいね。これで2匹いけばいいや。まあ、下手に考えずに。ドゥン。そう、それを見てね、ちょっとね、あ、頑張ろうってなりました。ただ最近、ちょっとね、物忘れが非常に多くなってきてまして、オートランニングとか別にいらないんだよな。ここで買ったんだっけな。どこだっけな、なんか大体角っこ、物忘れが本当にこの1ヶ月ぐらいはひどくて、あったあった、ここね、データディスクに書いてる場所どこかな、もしかしてまたパストビジョンか。どうしろ、ここは僕の胸マークが光りだした。うわぁ、動画の投稿も普通に忘れてたし、あと何があったっけな、車の鍵のかけ忘れがすごい多い、3回4回ぐらい多くて、車から降りて鍵閉めたと思ったつもりで帰っちゃってて、で次の日またピッて開けるじゃないですか、出勤するときにガチャンってしまって、あっ、って家だったらいいんだけどさ、会社の駐車場とかでさ、それもあってさ、え、やばみたいな感じで、で今のところまだ一応財布系、あ、携帯忘れたのは1回あったんだな。で財布をなくすっていうのが今のところまだないからいいんだけど、これが多分だんだん多くなってきちゃうとやばいなと思ってさ、でノートでやってるかと思いきやさ、実は目力トレーニング、あ、でも計算の方はやってるんだけど、記憶の方が多分やばくなってきてるのかなっていうのがね、本当にちょっとやばい。で本当に自覚ないんですよね。おっと、誰と誰だ、どうだ、6番し、誰かいるよ、パストビジョンだから大丈夫ですよ。心ネットワークの基礎理論完成だ、心サーバーの設計図も完成じゃ、私たち2人の共同研究、心ネットワークが完成すれば世界中の人々が分かり合える争いのない世の中を作ることができる、しかしそのためには乗り越えねばならない大きな課題があるから、そうだな、今の私たちにできるのはここまでだ、この研究の完成は次の制度に託す。おお。
息子たちならばきっとこの研究を完成させてくれるでしょう。きっとな。私はこの理論を光レポートとして唯一に。わしは設計図をリーガルインタックス。リーガル本名か。しかしこうしてここで研究するのも今日で最後か。少し寂しい気がするの。お前らしかない生徒だな。ワイリー。まあそういうな。人の心をデータに変換して、心サーバーを介して人と人との心をつないで、心のネットワークを作ろうと言い出したときは正直驚いたが、見事にネットワーク理論を完成させた。さすがジャイヒカリ。私の理論もお前のロボット工学の技術があって初めて完成したんだ。光博士お客様です。第3会議室までお越しください。帯がかかったな。さて行くとするかな。それじゃな、ワイリー。最後の日。今の若い頃のおじいちゃんだよね。それに奥にいるが若い頃のワイリーって演算が言ってた。おじいちゃんと共同研究していたっていう格好したんでワイリーだったのか。それにまさかリーガルがワイリーの息子だったなんて。さっきおじいちゃん光レポートって言ってたね。それにリーガルはワイリーから受け継いだ、ああ心サーバーの設計図を持っているはず。なるほど。リーガルが光レポートを狙ってるということはおじいちゃんたちの研究心ネットワークを作ると思うのか。けどおじいちゃんたちは人と人の心をつないで全人類が分かり合える世界を作るために心ネットワークを作ったんだろう。一体何が狙いだ。エト君、ワイリーに話を聞いてみよう。本当か。大丈夫、ワイリーだぜ。気をつけろよ。大丈夫だって。あそこにいるのは昔のワイリーよ。それで行ってくるね。会話が通じるのか。心ネットワーク。あれが実用できる世の中が来るといいのじゃが。心ネットワークはもろはの剣。しかし、最悪の場合も考えておかないわ。わしもそろそろ行くか。行っちゃった。心ネットワークは諸刃の剣、最悪の場合って一体。とにかくワイリーが心配していたことをリーガルはしようとしてるみたいだ。リーガル。おじいちゃんたちの願いを踏みにじるようなことを言って。明日の決戦に備えて今日は休もう。はい。意外と時間が進んでなかったな。そうだからね、無自覚なままさ、またやっちゃった。まあ、こういうのはいいんだけどさ。本当に、忘れたことを忘れてるっていうのが一番怖い。本当に。やりましたよねみたいなの。とか、それ言われたっけみたいなのとかさ。俺鍵閉めたけどなみたいな。本当に多いんだよね。目薬なくすのは昔からよかったんだけど、まあ、物がちっちゃいから見にくいだけだからいいんだけどさ。いやー、怖いね。はい、行くぞ。日暮れの前、はい。それにパパと一緒にただいまも言ってるさ。てん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 。行ってきます。パパを頼んだよ。任せてよ。絶対パパを連れて帰ってくるから。行ってきまーす。メイルちゃん、イネシ。まあ、お出迎えで来てくれてるんだろうな。なんでみんな正面を向いて立っているんだ。緊張はしていないようだな。今日の行き過ぎだよ。決戦の前の緊張がたまらないね。ん？隣はちゃんとしっかりしますね。今日のメディア絶好調よ。私全力で頑張るね。やべ、今頃緊張してきたぜ。けども後に引き出て。おっしゃ！いよいよね、こうなったらもう開き直るしかないわね。まだ開き直ってなかったのか。来たか。リーガルぶっ飛ばしてパワー助けるぜ。ところでさ、ネビラ本拠地はどこにあるんだ？日本で最も高い場所。藤山、テンプーラ、ゲイシャ。日本で一番高いところといえば？まさか藤山？そのまさかだ。標高3777メートル、日本で最も高い。その火口にネビラの一番高いところの火口だから実は高くないっていうね。けどそんなところにどうやって行くんだよ。まさかみんなに山登りするのか。山登りならするはずがないだろうが。オフィシャルのヘリをした。オフィシャル便利。あ、そうか、ヘリで行けるようになるのか。なるほど、準備は万端だな。それじゃ行くか。絶対このヘリの容量じゃ6人乗れないでしょ。6人、7人。俺たちも乗り込むか。客だぞ、俺は先行って。おお、みんな来たね。でゴー。みんな、ネット黙っていくなんて水くせえじゃねえか。確かに今の私たちはあんたたちの力になれないと思うけど、失敗くらいさせなさいよね。無事に帰ってくれないと嫌だよと。絶対に勝つのはロールフライダーを連れて帰ってくるからな。それ出発の時間だから。はい、帰ってきてね。帰っ
ってきた。ネットバツ、そうだよ、ガッツマン、やろうぜ。もういいのか、またしたら。行こう、出発だ。はあ、いよいよ最終決戦ですね。秋原町を出発して数時間、一行はネビラの本拠地のある藤山の山頂へと到着した。ここがダークチップシンジゲート、ネビラの本拠地だ。カット。俺まだネビラのコード手に入ってないんだけどさ、あれまだ伊集院、ここまで来たら早く乗り込んでケリをつけちまうぜ。一枚やれ、俺が回るぜ。分かっちゃいないね、レンジちゃん。あ、なんだチャーリーも何が言ってんだ。ここが敵の本拠地なんだ。どんな仲間っていうか分からないだろ。こんな時にガムシャラに突っ込んでくれてナンセンス。ここは俺が行かしてもらうぜ。偵察部隊ですね。俺が先に行って様子を見てきてるよ。だから決して油断するな。はい、じゃあ。はい、後で連絡入れるか、そこまで。ここで待っててくれ。死亡フラグ。チャーリー。気をつけて。この程度の手伝いで俺にとっちゃ、言いすぎてあくびが出ちゃうよ。死亡フラグ。心配なんていらないぜ。死亡フラグ。それじゃちょっくら行ってくるぜ。死亡フラグ。いやー、チャーリーが死にましたね。10分後。おっと、生きてました。チャーリーか。わかった。裏口からだな。ん？どうした？チャーリーが死んだ。いいね、チャーリーがどうしたな？わからん。突然通信が途絶えた。あのバカの順ばかり格好つけるからだ。まあ、敵が来たから、切ったっていう可能性の方が高いと思うけど。行こうぜ。目指せ、裏口だ。行くぞ、ゴー。じゃあ次は乗り込むところかな。なんかね、どっかね、なんかプラグインできるところがあった気がするんだよな。あと何パーとか、まあ、あ、そこか。じゃあ俺正面突破するわ。任せろ。おお、チャーリーを返せ。なんだい。くそ。じゃあ次回はネビラ本拠地編からかな。まあ、終わった後も結局その後があるからさ、なんとも言えないんだよね。まだまだ続きますけど。あ、プラグインできそうだからありますね。プラグインしましょうか。また一応最後までやるつもりではいますね。ただスタンダードチップコンプだったり、メガチップコンプだったりするのに時間はかかると思っちゃうから、そっからまた時間は空くんですけど、やった HP メモリー、これは重要ですね。あとさ、どっかさ、裏インターネットに早く行けるルートがあると思うんだよね。裏インターネットでさ、散策してた時にさ、掲示板の電脳っていうところに出たんですよ。で、なんかさ、こういうようなところに普通にプラグインできるところがあって、そっから行けたような記憶もあるけど、まあ、あんまり当てにならないんですけど。はい、というわけでお疲れ様でした。次回もよろしくお願いいたします。さよなら。